読者の方々と文通のつもりでずっと書いてきたので、これからもお手紙を書くような気持ちで書いていきたいなと思います。ブロックオブザイヤー2015優秀賞オフィシャル部門の発表に移りたいと思います。オバマブログゴールデンボンバーダルビッシュ健二様、トットンキャンディ奥平哲子オフィシャルブログペコ様、土屋太鳳公式ブログ土屋太鳳様、オフィシャルブログ後藤真希様、織田信成オフィシャルブログ織田信成様、高橋克典オフィシャルブログ高橋克典様。最優秀賞を発表いたします。最優秀賞は佐々木健介北斗晶ご夫婦のダブル受賞となります。ふるさとと呼んでらっしゃいますよね。こういった風景写真を撮る上のポイントというかこだわり、本当に行くロケ地本当に素晴らしいその、風景が広がっているので、もう自分が感動した気持ちをこうたくさんの方に見ていただきたいと思って載せるんですけど、あまりにそのたくさん載せすぎてよく友人からはなんか紙芝居みたいって言われます。なんかこうやっぱり自分が感じたことを人に伝えるっていうこうのはすごく大事だなと思っているので、これからもたくさんの方にたくさんの気持ちを届けられるように頑張っていきたいなと思います。一番印象に残ったロケ地はふるさとはどちらとかありますか？いっぱいあるんですよね。でもやっぱりその朝ドラのマレーで行った石川県の能登というところは本当に素晴らしいところで、山も海も、本当に土地のパワーが強いところでした。本当にありがとうございます。この場をお借りして読者の方々に感謝を伝えたいと思います。本当に皆さんが毎日支えてくださって女優になることができました。これからもたくさん相談すると思いますが、これからもよろしくお願いいたします。